効率よく痩せたい、できるだけ少ないメニューで全身鍛えたい、そう思ったことはありませんか？今回はブリッジを紹介します。このブリッジ、実は大人になってやるとめちゃくちゃ効果的なんです。なぜかというと、大臀筋、ハムストリング、脊柱起立筋、広背筋、体の後ろ側、弱ってる筋肉全部鍛えることができるんです。弱い筋肉を鍛えることで痩せる効果は5倍って言われてます。効率のいい筋トレをして痩せる体作っていきましょう。1種目15秒、頑張ってやってみましょう。現在期間限定で公式 LINE 追加をしてもらうと、たくさんの方が結果を出した1週間お腹痩せメニュー、足痩せメニュー、ダイエットカレンダーに加えて、公式 LINE から無料メルマガ追加をしてもらうと、さらに痩せる食事メニュー、運動メニューを配布しています。残念なことに公式 LINE ではメッセージ数が限られております。実際にたくさんの方にダイエット情報を届けるのは無料メルマガになります。なかなか痩せられない、習慣にならない、そういった方は登録してみてください。そして今後も無料メルマガの方では、21日間エクササイズ習慣化プログラムや2ヶ月短期ダイエット集中コース、そういったものを配布していきますので、楽しみに追加して待ってください。まずはスマホ持ったままでいきます。はじめの種目はハーフブリッジです。足を肩幅に広げましょう。このまましっかり体を上反らせるようなイメージです。そうすると腰、お尻、ハムストリング使ってる感じがあると思います。できるだけ高く持ち上げた状態で15秒キープ、いきましょう。スタート。できるだけ体を持ち上げて高く上げたらキープ。しっかりお尻使ってる感じがあると思います。あと少しです。 OK、 これをもう1回やっていきます。2セットずつやっていきます。2回目いきましょう。スタート。高く持ち上げて、うわー、お尻に効く。お尻どうですか、硬いですか？触ってみてください。効いてる。よし、オッケー。うわー、お尻結構効いた。次はうつ伏せです。この状態で足肩幅で足首を両方持ちましょう。このまま体を持ち上げます。いきましょう。スタート。頑張って。これがね、リバースブリッジ。しっかりね、肩甲骨を先生胸張ってください。うおー、効いてる。オッケー。これをもう1回です。いきましょう。スタート。これでね、体の背面全部使ってますからね、めちゃくちゃ効率がいいですよ皆さん。もうできるだけ上半身持ち上げて。オッケー。あー、効いてる効いてる。じゃあ今度はそのままね、足肩幅で膝をついたまま体を持ち上げましょう。これもできるだけ体を持ち上げてください。いきましょう。あと、これもブリッジです。フロントブリッジという名前です。まっすぐではなくね、体をしっかり丸めて、お尻を締めて。 OK、 あともう1回です。頑張りましょう。いきますよ。スタート。できるだけ背中を丸めて、お腹に力を入れて。うわー、 OK。 じゃあラストです。上向いて寝ましょう。今度はスマホを置いたままですので、声だけ聞いてやってください。そしたら今度は普通のブリッジ、手をついてお腹を持ち上げましょう。こういう感じ。手首が少し痛い人はね、手を広めにしてください。いきましょう。あと2回やったら終わり。スタート。うわ、おー、効く。あ、もうみんな無理しないでね、息忘れないようにしてね。おー、 OK。 一気に戻って。あ、戻るのが結構むずいですね。あともう1回、これで終わり。すごい効いた。じゃあラスト、スタート。うりゃ、うお、効いてる。引き止めないように。よし、オッケー。いくぞ。あはは、めちゃくちゃ効いた。ブリッジやべえ。めっちゃ効いた。背中とお尻と。うわ、あとはストレッチをしていきます。手を脇の下について肘を伸ばして、ここでキープ。いきましょう。スタート。
どうですか、いつもこれやった人って今手ついたらめちゃくちゃ楽じゃないですか。この体をね、反るっていう動きをしたんで、多分力を入れずに手をついて反るってことがすごい簡単になってると思います。姿勢が良くなりますからね。これでいく、すごい楽に反れるな、これ体が。よーし、オッケー。今度はね、このまま腰をフリフリしてください。あとはもうクールダウンです。いきましょう、スタート。ブリッジでね、体の後ろ全部使いましたからね、ちゃんとクールダウンして終わらないとね、体が辛い状態でね、動画を決してやめてしまうと辛い記憶が残りますからね、クールダウンしてから終わりましょう。よし、オッケー。ブリッジどうでしたか？どのくらいできたよっていうの、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。このブリッジ毎日1回やっていくと体の姿勢が良くなって筋肉のバランス整ってきますんで、続けてみてください。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて。